千葉つねたねは、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての武将。千葉氏を、豪族から御家人の地位まで登らしめた、千葉家中高の祖と言われる。つねたね以降、一族は忌みなに、種の一時を受け継ぐことが多くなる。鎌倉幕府成立に貢献した有力御家人の一人、千葉つねたねの騎馬像、飛躍、寒武兵士吉文流千葉氏の一族。 父は、下佐健介、千葉常へ。和佐広常とはまたいとこ。平安時代末期における、下佐国の有力在長官人であった。関都名は、千葉助。第治五年六月十一日、千葉市の祖である父、平常住は、所領の、相馬軍不正号を、伊勢神宮に、下佐相馬クリ屋として寄進しその月職となっていた。しかし、 法園2年7月15日、下嘘守、藤原近道は、相馬軍の公殿からの官物が、国庫に納入されなかったという理由で、常を逮捕、監禁し、常から、相馬号、立花号の、両号を官物に代わりに、近道に進呈するという内容の真剣を攻め取って、横領してしまう。これに、工事2年に、源義朝が介入し、常から、 相馬軍の消門を攻め取った。だが義友は、伊勢神宮の死因を恐れて、天陽2年3月、それを、伊勢神宮に寄進する悲文を提出した。こうした事態に対して、常への後を追奪ネタネは、旧安2年4月にまず、下佐国画から、干物未信とされた文を収め相馬軍辞職を、回復し、相馬里についても返却を実現する。 常種は8月10日に改めてその支配地域を伊勢神宮に寄進し、その寄進状が残っていることからその間の事情が今に知られることになる。すでに天陽2年の源の義朝による寄進があったが、常種は、親父常ね上状の通り、伊勢内空神館に友裁量を収め、家事っ 月食を常種の子孫に送電されることの真剣を、伊勢神宮へ報じこれが承認された。このことについて、吉友の行為は紛争の、朝廷であったとする見方もあるが、常種の寄進状には、源義朝朝おみなり玄城寺男、常住の布子と、寺、城主義行で、工事二年家どもせめ取り圧上の分とあり、常種にとっては吉友もまた侵略者の一人である。 ことがわかる。以後、常種は、方言元年の方言の乱に出陣し、源の義朝指揮下で戦う。これにより、少なくともこの時点では常種を義朝の老頭とする、見方もあるが、方言の乱での後白河天皇側の武士の動員は、官府によって国画を通じた公式動員であることに注意が必要である。その後、平時の乱で、 源の義朝が廃止すると、英略二年には、日立国の佐竹義宗が前しもうさ守盛る、藤原近道から常への消門を手に入れ、藤原近森とも結んで、伊勢神宮に再帰信しこれも伊勢神宮に認められ、支配権を得る。これを知った、常種も翌月に再度伊勢神宮に帰信の意向を示した。このため、伊勢神宮側では、 常田根川側の窓口となったネギ、荒木田明生と、吉宗側の窓口となったネギ、渡来美子古の対立が生じた。その後、吉宗が、伊勢神宮に、共裁量を負担して寄進状の約束を果たしたことが、評価され、長官元年に吉宗の寄進をゼトする戦時が出され、続いて、永万2年6月18日に明生から飛行に、 ちぎり状を提出し、仁万2年6月14日付で、和与状が作成された。当時、和与による、権利移転は、食い返しを認めない法理があり、これによって渡来美古書佐竹吉宗の勝訴が確定した。以後、常種は、吉宗と激しく争うことになる。この頃、平時の乱で敗れた、源義朝の王子にあたる源義高の、 生後感もない子が配慮されてきたため、常種は、留人として、これを監督しつつも、源氏への求恩から、この子を密かに、源氏の子として育てた。これが、後の源の頼高である。千陽介常種像自称4年、伊豆国で挙兵した、源の頼朝が、石橋山の戦いに敗れた後に、安防国へ逃れると頼朝は直ちに常種に火星を。 求める使者として、足立森長を送った。あず鏡によれば、常ねは、種生種ら以下の子息とこれを丁重に迎え入れて、森長のことづてを聞いたものの何の反応も示さない。そこで、種生種らいが、殺球の返事を進めたところ、自分の心中はもちろんそのつもりだ。ただ、よりとも殿が、現時中絶の後を起こされたことを考えると、 官類が目を遮り、言葉も出ないのだと言って、森永に、相模国鎌倉を根拠にすることを勧めたとされる。一方、原平清水記では、常種が、一旦、和佐助と相談したいと述べたため、森永が館を出たところ、たまたま高狩りから戻る、途中の種生に出会い、種生は森永を館に連れ戻した後に、常種に、和佐助の家臣ではないのだから、 相談する必要はないと述べ、常種も三人の意を述べたとされている。一方、東鏡の9月6日上では死者である和田義盛と会った上佐広常も千葉助と相談したいと述べており、東鏡と原平清水器の記事の違いは2回の訪問の際の出来事が混同されていると考えられている。9月13日、常種は種。 雷の勧めに従って、種雷と着村、聖種に命じて、平家に近いとされた、下佐の木材を、下佐国府に襲撃して、これを撃っている。ところが、捜査軍に根拠を置き、兵士政権によって、下佐守に任じられていた、宝岩台、藤原新星が、よりとも討伐に向かう途中でこの知らせを聞いて、急遽千葉荘を攻撃した。 9月14日に急遽引き返した、聖種と神聖は戦いに及んで神聖を捕獲することに成功している。東鏡では9月17日に常種は一族300機を率いて、下佐国府に赴き、頼朝に参陣したとしている。ただし、頼朝が途中、常種の本拠である千葉僧を通過して、千葉明剣具などを参詣したと伝えられていることから、 現在では、最初の会見は、カ佐国府もしくは有機の裏で行われたと考えられている。なお、この時に、源氏の子として育ててきた頼高を伴って三人したとされ、頼朝から源氏軍への三人へのねぎらいの言葉を受けるとともに、頼高を頼朝に対面させて、源氏の子児を育ててきたことを深く謝され、芝を持って父となすと述べたと言われている。 最もっとも、前述の経緯のように、常種の三人の背景には、国府や、親兵士派との対立関係や、かつての相馬送り屋をめぐる千葉常種と、源義朝との間の行きを考慮しなければ、ならず、頼朝の決起に関類したという、あず鏡のような美談をそのまま事実とすることは、できないのである。10月2日には頼朝が、太い川、隅田川を越えて、 武蔵国に入り、豊島清春、笠西清重府市に迎えられているが、この際に船を用意したのは、千葉常種と、上佐さ広常とされている。また、笠西清春は、自称元年の香取神宮造営の際の雑誌を務めており、この時、在庁官人であった千葉常種とも造営を通じて、関係を持ち、畠山氏などの平家法勢力が残る中での、 源の頼朝の武蔵入国に際しては、両岸の千葉、豊島両子が連携を行ったと見られている。また、常種当時の千葉の推定図と、頼朝時代の鎌倉の推定図が共に北端に、信仰の中核になる寺社を設けて、そこから伸びる南北の王子を軸として、町が形成されていることから、鎌倉の都市計画に常種の検索があった。 可能性を指摘する研究者もいる。源氏軍の寄りとして活躍。藤川の戦い後、上落を焦る頼朝をなだめたと言われている。佐竹氏討伐を進言して、相馬三リ屋の支配を奪還する。樹栄2年に、頼朝に疎まれた、上ずさ広常が中殺され、暴走兵士の総領の地位は、千葉常種に移ることになる。もっとも、 広常の中殺は、頼朝の身内的存在であった北条氏、引き氏の台頭と並行して行われ、中殺の結果として、頼朝を支える基盤が常種を含む暴走兵士から、北条氏、引き氏に移り、頼朝の義父としての立場を失った常種は、鎌倉政権中枢から御家人の一人に、転落することになったとする見方もある。元年には、 源の乗り寄り軍に属して、一の谷の戦いに参加、その後は、文庫国に渡り、軍港を挙げた。文治三年落中警護のため上落。文治五年の欧州藤原市討伐のための欧州合戦に従軍して、東海道方面の大将に任じられて活躍し、欧州各地に所領を得た。研究四年には、カト社造営座誌を務め、後に、千葉氏が、 カトリ社事党として、社内への権断権を行使する権利を獲得するきっかけとなる。剣人元年に死去、去年八十四。子に後を継いで千洋介氏僧侶となった、千葉種忠、相馬し根、ね、竹武士種森、大菅種信、国部種道、東種来がある。彼ら六兄弟は、あず鏡に、源のより誕生の際に、 揃いの水管をまとって馬、鎧、弓、剣を献上するなど存在が知られているが、この他に、恩上寺の僧となっていたひ種がいたとされる。ひ種は、持ち人をの挙兵に加勢し、平家に打たれた。常種が頼朝に加勢したのはひ種のあだを取るのが、目的であったとする見方もある。ありがとうございます。